はい、ガットネットのゲームチャンネルです。今日はですね、電車で GO 走ろう山手線やっていきたいと思います。で、まあ本も読むか。人生で大切なことは全て書店で買える、千田拓也さんの本ですね。もう積読本ばっかりだからね、もうゲーム実況やりながら本読もうかなと思ってね。あなたの本棚は将来、あなたの将来の鏡か。手前側の本棚と奥側の本棚で違うって。手前側には自分の建前、嘘が、奥側には本音が隠れているって。ほう。エッチな本がいつも奥側に並べられている。大体の人はそうなんだけど、まあそうですね。エッチな本が手前に並べてある人は相当な大物だって。ああ、そうだ。確かにそうだね。ビジネス系の YouTuber さんとかでもたまに本棚映ってますけどね。エッチな本が見えるところに、映像の見えるところに置いてる人ってなかなかいないですからね。とじめ点出発進行高輪ゲートウェイ停発。本棚奥側と手前側か。俺でも本棚持ってないんだよね、実は。もう積んどくしちゃってるからね。もう本がもう縦に並べてる、ただ積んでるだけっていうんですね。65。積んどく専用、積んどくできる本棚っていうのもあります。なんか100円ショップだかで売ってんだよ。でも100円ショップだとそんな大した積めないからね。本棚そんなに積めないから。やっぱ高い、買うんだったらね、高い本棚買うけど、本棚入れたらまたスペースなくなっちゃうから、買ってもいいからね。つうか本、そろそろね、なるべくいらない本は、処分っていうかね、処分しようかなって思ってんですけど。処分したところでね、でも、処分したところで、あんまりね、ブックオフとかで売りに行っても、あんま金になんないからね。だから、それでもう売るのやめちゃったもんね。あ、これ、再家族しないとまずいな。3、2、OK。まあ、いいでしょ、これで。再家族はしちゃったけど。本棚ね。まあ、でっかい本棚買うっていうのはね。まあでもこういう本棚にも建前と嘘があるっていうのは面白いですよね。到着時刻ぴったり、停止位置も申し分なしです。はい、ありがとうございます。次か。あ、本を借りて読む人は自分も一生使われて終わるって書いてる。自腹で買って読む本は人の上に立つ本になっているって書いてある。まあそうですね、自腹で本を買うっていうのは大事ですよね。まあ僕の場合、人からもらったこともあるんですけどね、本。そういう本って読まないんですよね、結局。これが不思議だよね。なんでって言われちゃうとね。まあ自分で未然に起きて買う本ってね、大体自分が面白いと思って買ってる本が大半ですからね。まあそう、必然的にそうなっちゃうんだけどね。借りもらった本は続かないっていうか、読まないっていうのはまあ分かりきってんだけどね。
75キロまで上げていい。信号で70キロ、まあこんな感じですね。制限80キロ、80キロまで出していいんだ。 OK、 まあこういうこと、まあこういう感じでどうでしょうか。あれやべえ、ちょっとスピード落としすぎた、スピード落としすぎたじゃない、ブレーキかけるのが遅れたね。やべ早いなこれ、8秒前がついちゃって。東京上のホームブレーキかけの遅れるとこうなっちゃうんだな。やっぱかっこ悪いね再加速するとね、こういう見た目的にね。だいぶ限定くらいでしょ到着時刻。いい感じ、次はもっといけるはず。あ、そっか、なんか丸ボタンを押す習慣がないからな。次が新橋、あと2駅あんのか。ドア閉まります、ご注意ください。で出発進行、浜松町停発。40キロ、制限65、よし65。で65キロまで出せる。で75、制限75、よし。で75キロまで出せると。信号70、まあこんな感じでいいんじゃないですかね。 OK、ああ鉄橋か、ああ60、よし。まあ、こういう感じで、でまあこんな感じで、こういう感じでちょっとねブレーキをかけていきながら、ちょっとせこいやり方でね止めて、新橋、okay、まあこれでいいでしょう。あ、踊り候補なんでね、185系でいいんだっけ。セミナー講師をしたことがある千田拓也さん、あるみたいなんですね。会社のお金で強制的に参加させられている人は大抵眠りしているか、股を広げて腕を組んでふんぞり返っている。すごい、到着時刻バッチリ、いい感じです。そうなんですよ、結局いやいや参加してるっていうとね、そうなっちゃうんですよね、セミナーとかのね。かといってね、セミナーばっかり参加して満足してるっていう人もいるんですよね。自分でお金払って、まあそれはそれでね、素晴らしいことなんですけどね。まあ企業セミナーとかね、何回も出席してんだけど、起業してないとかね。だからセミナーに行っても満足してね。まあ企業セミナーだったら全然起業に関しては全くやってないとかね。そういうのも、そういう人もいますね。
まあそれだったらもうね、個人事業主でもいいから、もう提出しちゃってね、開業届でも提出しちゃって、なんか行動、まあね、こういう YouTube みたいなので自分の趣味を披露して表現していった方がまだね良かったりもするんですけどね。まあなんかセミナーにね参加したからもう OK っていう、参加してもう満足しちゃってる人もいるんでね。まあこのまままっすぐこのまま行けば平気かな。こういう感じで3 有楽町停車。今読んでいる本の話をあった人にする、まあ鉄は熱いうちに言ってっていうね、ことわざっていうかありますけど、ね、言葉がありますけど、ことわざじゃないけど、ね、ことわざだっけな、そういう言葉がありますけどね。あ、終わりか。まあ読んでいる本をインプットしてすぐアウトプットするっていうのがね、早ければ早いほどいいんですけどね。まあ無理してね人に話すこともねないかなと思うんですけどね。まあ読書に興味のない人に、ね、本の話してもっていうのはあるんでね。まあ YouTube なりね、そういうところでこの本良かったですよってアウトプットするのもいいかなって思いますけど。お、鍵が外れたんで、どうしようか。じゃあまっすぐ、とりあえずまっすぐ行ってみますか。いろいろあるんですね。本をプレゼントしたら、本をプレゼントされた24時間以内にも令状を出す。まあ本をプレゼントしてくれる人ってなかなかいないんだけどね。まあ自分も人に本をプレゼントすることがないからね。人からプレゼント、本をプレゼントされたいなんて、そんな虫の良すぎる話じゃないんですけど。雨に濡れる丸の内赤レンガ駅舎か。雨降ってんのか。結構長いね、距離は。じゃあ、ワイパー。あ、また電車が来た。とじめ点。はい、出発進行。進行田町停発。まず80キロ前出していいっていうね。あ、なんかでも制限がある。でも指定変更はできないんだね。電車でゴーファイナルとかね、指定変更できるんですけど。信号65。こういう感じで。で60、制限60があるんで。忙しいね、ちょっとね。制限55。はい、こういう感じでいきます。
制限55か。信号50、よし。まあこういう感じで、はい、OK。速度よし、星2つ。ああ、星、あ、49キロでいっちゃったか。まあこんな感じで、まあ、こういう感じで、でもいい感じで止まれて、ちょうど、うん、まあまあだね。こんな感じ。ああ、減点くらい。いい感じ。次はもっといけるはず。はい。次のページ読んでみますか。本を読むと付き合う人が一変する。うん、俺はそんなことないね。あんまり人脈は変わってない気もするけど。とじめ点出発進行浜松町停発。まあ、本を読む人の方が、まあ、比較的面倒くさい人が少ないかなって。まあ本よく読む人でも面倒な人はいますけどね。でこんな感じでいて、あ、 55? 制限55か。じゃあもうちょっとだ。ああ、185件か。まあ、これぐらいで大丈夫でしょ。で、中継信号。あれ、中継信号。で、信号50。まあ、こういう感じですね。鉄橋が見えないよな。これ鉄橋、ああ、そうか、鉄橋だな、確かに。で、65キロまで出していい。65キロ出せるかな。で、まあ、この辺で。まあ、こういう感じで。ちょっとね、時間は待って、こういう感じでね、切って、まあこういう感じで、OK、まあいいでしょう。いやー、夫婦やカップルで片方が読書家で片方が読書してない人の場合は要注意ってことですね。お互いの成長のスピードは断然違ってきますから、コミュニケーションのバランスが取れなくなり、まあ本読んでいるから上下とは限らないけどって書いてるけどね。そうなのかね。うん、どんないろんな人と接してもね、本を読んでる読まないあんま関係ないかなって思いますけどね。性格的に合う人合うしね、合う人は全く合わないっていう場合もありますからね。まあこれはもう人によるんじゃないですかね。進行新橋停発。ああ、そうか、ね、これライトを消してもしょうがないの。すれ違わないとダメ。でも電車で行こうのね、
景品トーク戦って200球系だからね、やっぱ200球系が出ないとっていうところですけど、お快速大宮行きか。75キロまで出せますね。70か計60キロ。あ、やべ、忙しいな。でライトつける。あ、そっか、通過か。この感じで行って、もうこんな感じでこのまま進んでいきゃ。有楽町停車定時よし、定時よしって言ってくれてるしね。まあ、こんな感じで、まだあんだよ。次、仲良くなりたい人のおすすめの方は積極的に読むって。あ、到着時刻ぴったり、停止位置も申し分なしです。まあ、ちょっと読んでみたいなってね、話してね、好きな人と話して、あ、ちょっとこれ読んでみたいなって思う本はちょっとでも思ったら買ってみる価値はあるかなって思いますけどね。まあ僕の場合はね、電車乗ってて全然見ず知らずの、全然知らない人が本読んでたんですよ。あのブックカバーしないで本読んでる人がいてですね、それでタイトル的に面白そうだなと思ってね、早速ネットで検索して買ったっていうのもありますからね。まあ、その人は文庫本読んでたんでね、まああまりにも高い本だったら俺も読まない、やんない、買わないけど。ああ、制限60、65キロまで出してスピード。あ、ここが東京駅ですね。こういう感じで、はい、東京です。あと10秒。まあこういう感じで、2、1、 OK。 おー、いい感じだね。あ、そっか、東京はこれホームドアないんだ。3.7センチ1秒。おお、おお、すげえ。あ、終わりだね。はい、ありがとうございます。S ばっかり。あ、そっか、絵コンテンもあるんだね。絵コンテンってあの脱線走行で走る、時間が長ければ長いほどポイントを取れるみたいですね。まあこんな感じでいいでしょう。もう251系ね。おう、これでまあ今日はこの辺でね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。